おはようございます。 G クラックフィールドテスターの大谷です。今日も大谷川撮影にやってきました。時期はもう秋真っ只中という感じで、かなり朝の気温も寒くて、もうかなり秋っていう感じの季節なんですけど、朝一は、とりあえず秋の定番のルアーの巻物でちょっと広範囲に攻めてみて、ちょっと様子を見ていきたいと思います。で、途中でライトリグとか入れて、数とかも狙っていけたらなと思います。今日も一日頑張りますのでよろしくお願いします。ちょっと数日前に結構大きい台風が来て、かなり荒れて雨が降ったと思うんですけど、その台風が来てから今日は初めての兆候なんですけど、かなり状況が、水温もガクッと下がってかなり状況が変わったと思うんで、とりあえずまずはスピナーベイトで G ブレード、これで広く広範囲をスピーディーに探っていって、魚の状態がどんな感じかなっていうのを探りながらちょっと朝は釣っていきます。なんかコバスが食ってきました。食ったー、うっしゃー、来たー、40アップ、ベロディのウェイトチューンで来ました。ちょっと今日は巻きであんまり反応がなかったですけど、ようやく来ました。ちょうどゴミが溜まってるところで、風が当たってて、ちょうど、ゴミの切れ端ですね、そこに沈めて、で引っ掛けてこうシェイクしてたらグーンって持ってきましたね。今釣れた、ベロディのウェイトチューンですけど、ここにクイックチェンジャーっていうのがあって、これの 5g をちょうどこの重りの上にカチッとセットします。でこうすると、深いところを巻けるし、ボトムでこうボトムの感度が上がるんで、ゴツゴツしたところとかに引っ掛けたり外したりして誘うことができます。ちょっと気温が下がって水温も下がってきたんで、バスのレンジもちょっとボトム付近に落ちてると思うんで、こう重りを足して深いところも巻けるようにしたチューニングです。今日は朝から大江川、上流付近から下流まで一通り見てきたんですけど、ちょっと巻物を中心で探ってきたんですけど、日も高くなってきて、当たりがちょっと反応ないなっていうことで、ちょっと牛池に来て、今度発売のポルティオカーリーで、これはネコリグにセットして、ちょっとこれでなんとかバイトを出していきたいと思います。
お、来たお助けポルティオカーリーでやっぱすぐ来ましたね。もういたら食っちゃいます。おお、水面まで追ってきました水面まで来てひったくりバイトです。めちゃ釣れます、ポルティオカーリー。おっ、来たポルティオカーリー。丸のみ、この喉の奥から触覚がエビの、この大江川水系はこのエビがキーですね。よく食べてます。このもう手長エビとかもエビがいっぱいいるんで、ほとんどのバスはこれを食べてますね。このポルティオカーリーなんですけど、テールがちょっと肉厚に作ってあります、そうするとよく水を噛むんで水押しが強くなるんで、まあ、バスから発見されやすくなるんですね。でそれで発見して、でバスが近づいてきて、ちょうどこの食わせのサイズ感とこのサフマテリアルの味と匂い、これでもう簡単に食わすことができます。でおすすめのリグが、まあ、エビとかを食べてるときはこのネコリグとかスモラバのトレーラー、それで、まあ、小魚を食べているなっていうところは、まあ、ダウンショットとかジグヘッドのスイミングがおすすめです。まあこれで、まあ、数も釣れるし、まあサイズ選ばなければ、まあかなり食わせ能力の高いワームなんで、まあ、デカバスのいるフィールドでなかなか口を使わないハイプレッシャーっていうところでも、まあ、これでもう最終的な食わせの手段として使ってみてください。うわうわ、不意をつかれましたね。で思いっきり持ってかれて針が折れましたマジっすか。よカーリーで、来た。よしよしよし。よいしょ。ちょっとサイズアップ。ポルティオカーリーで。ネコリグ、ツレツレです。おお、来た。おいしょ、サイズアップ。よう釣れます。ネコリグ、いたら食うって感じです。今ちょうど西大江川の、まあ、中流からちょっと
上流の方、まあ、上流と中流の、まあ、中間地点みたいなところなんですけど、まあここは夏の間バスが上流に上がってくんですけど、まあ気温とか水温が下がってきて、まあ徐々に下ってくるんで、まあ一旦下ったバスが、まあこの辺りにたまるポイントですね。でまあ結構魚影が濃いんで、まあ今このポルティオカーリーのネコリグでちょっと数釣りを楽しんでます。でまあこれから季節が進んでいくと、まあもっとここは全体的に浅いんで、もっと深いところに落ちていくっていう感じですね。よっしゃ、今日も大江川水系いろいろ回って釣りをしてきたんですけど、まあ朝とか夕方とかローライトな時は巻物でちょっと一発大物を狙って、日が昇ってちょっとまあタフになってきたなって思ったら、まあライトリグでまあ数を釣って、まあいいサイズも混じって、まあ今の時期が一番大江川楽しめるんじゃないかと思うので、ぜひ、まあ、大江川遊びに来てください。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。